さあ、エタの時間がやってまいりました。本日377回目の今日の表現はですね、コーラリー。さあ皆さん、意味はどうでしょう。四半期のということでよろしかったと思います。さあ問題はですね、なぜこのコーラリーが四半期のという意味につながるのか。そのヒントは語源ですよね。さあ皆さん、コータリーの一番左側、この旧友 A が4であるということを皆さんご存知でしょうか。少しクワとは発音が違うんですが、皆さん耳にしたことがあるのはクワトロチーズ、クワトロチーズのピザ。そのピザにはチーズが何種類使われているでしょうか。そうです、4種類なんですね。ですからクワトロのク、ア、これが4なので、四半期のというところにつなげるのは難しくないかと思います。そしてですね、クワ、4ということを知っているとですね、この単語ちょっと見ていただきたいんですね。これ皆さんどうでしょうか。クワッラボ、何倍ですかというのが聞かれたりするんですね。2倍、3倍、4倍、10倍、100倍、何倍ですかといった時に、このクワですね、これを知ってると4倍のという感じで意味を定着させることができますね。そして以前から動画をご覧になっていただいている方は、ここもですねお伝えしたことあるかと思います。 PL、 皆さん PL で分かりやすいのはコンプレックスでございます。 PL、皆さん、PL というのは、重ねるという意味でございました。ですから、コンプレックスは何層も何層も重ねていくので、最終的に複雑なという意味になるんですね。ですから、4つのものを重ねるというところから、皆さん4倍のというところにつなげていただいてもよろしいかと思います。いきますかね。ですので、クォートリー、四半期のとクワッラボ、4倍の2つ合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。で、ちなみに、クォートリーですが、こちら公式問題集、ピンクの4ですね。テスト1のパート2回答冊子8ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々ですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。